アウトサイバーは2020年のアメリカ合衆国のテレビドラマミニシリーズジョージア州のサナイ舎町で起きた少年殺害事件を描くスティーブン・キングの2018年の同名小説を原作にリチャード・プライスが企画、制作しベン・メンデルソーン、シンシア・エリボ、ビル・キャンプラが出演した全10話のミニシリーズでアメリカでは2020年1月12日から HBO で放送された。日本では2020年4月23日から、スターチャンネルで日本語字幕、吹き替え版が放送された。2020年11月、HBO は制作を打ち切った。ジョージア州のさない中町で11歳の少年の残殺死体がつかる。明白な証言と物的証拠から、高校教師でリトルリーグコーチのテリーが逮捕されるが、 明白なアリバイも見つかって、ベテラン刑事のラルフは困惑する。被害者の家族は復讐にテリーを殺し、双方の家族は悲惨な目に遭う。事件に疑問を持ったラルフとテリーの弁護士は卑怯だが、天才的な探偵ホリー・ギブニーを雇い、事件前のテリーの足取りを追わせる。ホリーはテリーが旅行したオハイオ州で、同様に少女が残殺され、明白な証拠と、 明白なアリバイを持つ加害者と被害者の家族が共に崩壊したことを調べ上げる。オハイオ州の加害者が旅行したニューヨーク州でも同様の事件が起きている。ホリーは謎の存在がひっかき症を負わせた人間に変身して少年少女を残殺して罪を着せ加害者と被害者の家族の悲しみを楽しんでいると推測する。だが、テリーの家族、弁護士、 ラルフを含む多くは信じない。ホリーはテリーに変身した存在が引っかいた男、クロードが次のターゲットであると推測し、半信半疑のラルフや彼女を信じる人々と共に、テネシー州まで追いかけて、さらなる事件を防ごうとする。謎の存在に引っかかれていた、ラルフの同僚刑事のジャックは、僕と化して、彼らを銃撃する。生き延びたラルフ、クロード、ホリーは洞窟に入り、 クロードに変身した謎の存在を殺す。事件後、彼らは罪をジャックに着せて、テディの名誉を回復しようとする。だがホリーには、謎の存在がつけた傷が残る。アウトサイダーの主要キャスト。ジョーダン左からベンメンデルソーン、ビルキャンプ、ジェレミー・ボブ、ジュリアンヌ、ニコルソン、メア・ウィニンガム、パディ・コンシライン、ユルバースケス、ジェイソン・ベートマン、シンシア・エリボ。 2018年6月、HBO は、スティーブン・キングの小説をもとにリチャード・プライスが企画、制作する新シリーズを発表した。また、ジェイソン・ベートマンが、エグゼクティブ・プロデューサーを務めた。本作は批評家から高い評価を受けている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには66件のレビューがあり、批評家支持率は82%。 平均点は10点満点で7.39点となっている。また、メトクリティックには28件のレビューがあり、過重平均値は69、100となっている。ありがとうございます。